中小企業だから大企業とは違うんだよおっしゃる方が非常に多いです。中小企業だからっていうことが人事系のアクションの言い訳に、自分で自分の限界を決めてるケースが多いな。大企業と中小企業で生産性が高いのはどっちかと思い込みというかですね、これをちゃんと検証をしてみましょうと。皆さんこんにちは、山際です。今日はですね、また経営者あるいは人事部向けのに役立つ情報というのをお話したいと思います。今日のテーマはですね、こちらです。大企業と中小企業で生産性が高いのはどっちかというようなテーマですね。で、よくこの中小企業の経営者の方ですね、つぶやきで出てくるのは、うちは中小企業だからと、採用とかですね、人材育成とか、人事評価とか、いろいろなところで、中小企業だから、大企業とは違うんだよみたいなね、いうことをおっしゃる方が非常に多いです。で、私ももともとは大企業というか、超大企業みたいな、従業員が全部で30万人近くいるですね、自動車会社の、人事部長をやってたんですけれども、そこから独立すると、小さいところは30人ぐらい、大きくても3000人ぐらいですね、3000、5000ぐらいともありましたけども、その規模なので、私がこうずっと、人事部長として見ていたカバーレンジからすると、結構小さいですね。で、ところが会社の中で起きていることっていうのは、ほとんど差がないっていうことが挙げられます。それはなぜかというと、1チームあたりの人数って大体多くても8人ぐらい、ちょっと製造業で特殊なところですよ、特殊なところですと課長1人当たり100人とかってついてるとかあるんですけれども、それでは割と珍しい方でですね、そういう時でも課長さんの下に、係長さんとか副長さんとかそういう人がいてですね、徐々にその、リーダー1人当たりの人数の適正化を図っていくっていうような、そんな傾向にあります。はい。で、中小企業だからっていうことが、いろんな人事系のアクションの、言い訳になるとちょっと失礼ですけれども、自分で自分の限界を決めてるケースが多いなと、いうふうに思ってました。で、今日はですね、今いろいろ世の中コロナウイルスの影響でですね、皆さん特に中小企業の経営者の皆さん非常に大変な状態になると思うんですけれども、この思い込みというかですね、これをちゃんと検証をしてみましょうというのが今日のタイトルです。で、採用しにくいとか知名度がないとか、それはその通りなんですけれども、それはそれなりの、攻め方があるので、それはちょっとまたいつかご紹介するとしてですね、大体言われるのは中小企業だから生産性が低いっていうことですね。実際私のお客さんのある会社の社長さんで、組織を大きくしていくと生産性は上がるんじゃないかっていうふうに考えていた社長がいらっしゃいました。で、実際に採用してですね、チームの人数を増やしていくと何が起きたかっていうと、逆にチーム人数が増えると生産性が下がったという、悩みを打ち上げてくれたことがあるんですけど、これはいろんな見方があるんですけども、大企業だから生産性が高い、中小企業だから生産性が低いっていうのは、どうやって皆さん検証したのかと、本当ですかというところを今日と、あとこの次の動画ですね、お話ししたいと思います。で、これ正解なんですけれども、ある意味正しい。で、ある意味正しくないんですね。中小企業と大企業、生産性を比較すると大企業は常に勝つかっていうと、必ずしもそうではないんですね。で、ここがですね、ポイントになります。普通にベンチマークするとですね、大企業の方が生産性が高いって出てきます。なので、その仮説は正しいって答えるコンサルタントがほとんどなんですけれども、ここはほとんど知られていない、領域です。皆さんベンチマークするときにですね、どういう調べ方をするか、いろいろパターンあると思うんですけど、普通は皆さんよくわからないので、
コンサルタントの言う通りに、まあ、ベンチマークしてもらって調べてもらってですね、それで、まあ、そのお金を払うということをやるんですけど、問題はそのコンサルタントがどこまでこの問題を詳しく把握しているかっていうところがポイントになります。なので、今日と次回お話しする分をちょっと勉強していただければいいかなと。で、生産性っつってもまあいろいろあるんですけれども、注目していただきたいのはこの付加価値生産性ということですね。付加価値生産性っていうのは付加価値額がまあどのぐらい高いかということを見ている指標です。で、まあこれ式書いてあるんですけれども、これは法人企業統計っていう、まあ、前回もご紹介しましたけども、そこにのデータベースに出てるやつですが、ちょっとややこしいんですけど、人件費足す支払い利息足す動産不動産賃借料素税効果足す営業純益と、まあ、こうなってます。まあ、簡単に言うと、とても簡単に言うとですね、人件費と営業利益だと思ってください。まあ、動産賃借料とか租税効果とかあるんですけれども、簡単に言うと稼いできた、まあ、利益ですねと人件費の足しなんです。これは、まあ、イメージで言うとですね、売上高、お客さんからいただいたお金、それに対して社外に支払うお金ってありますね。原材料費だとかサービスの、まあ、経費だとかですね、そういうのを払うと営業利益が残るんですけど、営業利益と人件費足したものが、まあ、会社に残る1回目のキャッシュになるんですよ。そこから給料を払うんで人件費が出るで、最終的には有利益が残ると、まあ、すごいラフに言うとこういうことになります。で、人件費っていうのは、まあ、ここに書いてあるように役員も入れてですね、給与賞与だけじゃなくて福利厚生費も入れた金額になります。だから給与の大体 15% から 20% 増しぐらいになります。で、この付加価値額っていうのは、要はサービスを提供して、まあ、例えば70で仕入れてきたものを100で売れば、そこに30の差があると。これが付加価値額っていうことの意味です。で、30の付加価値を、従業員に分ける人件費と会社に残すお金、営業利益とに、まあ、分けると。まあ、そういうことになってるんですね。で、これも前回と同じようにですね、社員1人当たりの付加価値額と、付加価値、まあ、生産性とですね、それぞれの会社で社員がどのぐらい、社員1人当たりどのぐらい付加価値生産したかということです。で、横軸売上高で、縦軸が社員1人当たりの生産性ですね。まあ、前回と同じようにこうやってなだらかなカーブになってるんですけど、これだとよくわからないので、対数軸に処理してみたのはこちらですね。で、こうしてみると、まあ、非常によくわかる。売上高が高くなる、要するに企業のサイズが大きくなると付加価値生産性が、まあ、高くなるというのが見て取れます。で、ここまでがですね、まあ、いわゆる一般的に言われていることなんですね。はい。まあ、シンプルにする秘訣は何かっていうとですね、生産性っていうと、まあ、本当にいろんな指標が入ってきますけれども、ひとまずはですね、このあなたの会社の付加価値額がどのぐらいかっていうのを計算してみれば、まあ、他社との比較でですね、同業他社との比較ができればですね、自分たちのポジションが分かります。まあ、付加価値額、もう一回言うと、営業利益に人件費の総額を足したもの。なんで、まあ、足し算だけなんで、すごい簡単です。で、それを売上で割ってみると。あるいはそれを、人数で割ってみるとかね、そうすると1人当たり、いくらかというのが出てきます。はい、この線のどの辺にいるかっていうのを、まあ、あなたの会社の売上高とこっち計算して載せてみていただければいいと思います。で、ただですね、この計算で一つだけ、入れてないものがありましてですね、これを加味すると必ずしも中小企業の生産性が大企業より低いと言えなくなってくるっていう、まあ、事実があるんですけど、1回でやるとこれすごい長くなってしまうので、今日は前半ということで、この辺りで終わりにしたいと思います。それでは次回。